笑うひまわり男。これは3年前、私が初めて一人暮らしをした、築40年のアパートでのお話です。今思えば、最初からその部屋だけ少し変だったのです。アパートを出るまでなぜ気づかなかったのかわかりません。私の住んでたアパートは、上下左右4つの部屋が1セットの、 2棟並んだアパートでした。私の部屋は2階の左側でした。内装はリフォームされており、今風の壁紙やおしゃれな照明で初めての一人暮らしにワクワクしていました。社会人になってから10年もの間、職場の寮で暮らしていたので、不安など一切なく、ただただ一人が嬉しかったのです。 私は昔から怖い話などが大好物だったので、お化けが怖い、などの感情もあまりありません。ある時、1階に住んでいるおばさんに声をかけられ、世間話をしていると、そういえばあなたの部屋はきれいにリフォームされてていいね。若い人向けの部屋になったね。と言われ、このアパート全体がリフォームされたわけではないことを知りました。 先輩が家に遊びに来た時に古いけどおしゃれな内装だねと言われたのでなんかこの部屋だけらしいですよ家賃も安いのに運が良かったですと言うと先輩から思いもしないことを言われましたねえもしかして実行物件とかじゃないよね怖い思いもしてないしそんなわけないですって言われた途端私は大笑いしました 本当にそんなことは微塵も思ってなかったからです。それから幾日か経った後、私は突然変な出来事に悩まされるようになりました。それは、毎朝起きると汗びっちょりになっていて、全身ひどい筋肉痛になっているのです。理由がわからなかったのですが、たかが筋肉痛、そして疲労感。 きっと仕事で知らぬ間にストレスがかかっているのだろうと思っていました。そんなある日の夜中、突然リビングで人が話している音が聞こえたかと思うとびっくりするぐらい大きな声になったのです。私は寝起きでパニック状態でしたがリビングには充電していたタブレットがあることを思い出しタブレットに駆け寄るとなぜか YouTube の階段が 音量マックスの状態で流れているのです。わけのわからぬまま、とりあえず音量を下げ、電源を消して、心臓はバクバクの状態でしたが、布団に戻り、次の日のために眠りにつきました。次の日の夜中、突然目が覚めました。時刻は2時ちょうどでした。なんだかすっきり目が覚めてしまった、と思いながら、 寝返りを打とうと体を動かそうとすると、体が重い。関節が固まっているように、動かそうとすると、ミシミシ、ギシギシと、油を刺してない機械のようにしか動かない。そして、寒いくらいに汗をかいていることに気がつきました。とりあえずそのまま部屋を見渡すと、足元の方にあるタンスに目が行きました。薄暗いものの、 タンスの中段くらいに何かが動いているのが見えました。一瞬ソーラーパネルがついているサングラスをかけながら踊るお花のおもちゃが浮いているのかと思いました。ダンシングフラワーって言うんでしたっけよくよく見てみると、それはお花のおもちゃではなく人間の顔でした。それも髪はボサボサ、髭もボうボうの おじさんの顔。髪の毛と髭が長すぎてくっついてるように見えたのでお花のように見えたのかもしれません。そのおじさんは目を細めて口を開いて笑っているのです。そして顔を左右にリズミカルに傾けているのです。まるで太陽に向かって元気な笑顔を見せるひまわりのようでした。 そんなことを思っていると、足元の方から私の布団カバーを踏み鳴らす音がして、何者かが枕の方に向かって四足歩行で歩いてくるような感触がしてきました。重さは猫くらい。空気がすごく気持ち悪い。そう思ってギシギシに固まった関節を一つ一つ動かすようにして起き上がると、変な感触もひまわり男も消えていました。 先輩の言っていた通り、事故物件だったのかもしれません。次の日森仕様をすると、その日から謎の筋肉痛も、タブレットの故障も、ひまわり男も見なくなりました。そして新しいアパートに引っ越しました。3年も経って、なぜその話を思い出したかと言いますと、最近新しいアパートで、何度か見るようになったのです。 笑うひまわり男を、そして、笑うひまわり男の顔が、増えてるんです。少しずつ。今はただ、何か悪いことが起きないように、祈ることしかできません。